こんにちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか？YouTuber のね、一番の楽しみっていうのは、毎月振り込まれます、収益ですね。もうそろそろ、収益振り込まれてもいいんですが、ちょっとね、現時点、2020年3月23日月曜日の時点で、振り込みが遅れているという可能性が高いです。前もってね、メールで、振り込みました、振り込みますというね、通知が届くんですが、いまだに、そのメールが届いておりません。そして、Google AdSense の、支払いのページに行きましたら、自動支払いの、保留中というふうに書いてあるんですね。まあ、それが、2020年3月21日に保留されているということで、ちょっとね、今月の、収益の支払いが遅れる可能性が高いです。となるとね、私のように、YouTube の収益を、生活費の一部として、使っている、YouTuber さんにとってみればね、これはね、痛いですね。まあ、そんなにお金持ちないので、まあ、ギリギリの生活を行っている中でね、ちょっとね、あらかじめ対応しました。私、au のスマートフォンを使ってるんで、au さん、そして au 電気さんに、まあ、事情をお話をして、一応ね、au、au 電気とも、5月の31日まで支払い猶予を決めていますんで、その対応をね、お願いしました。あと、固定インターネットはね、ビビップを使ってますけど、ビビップの方に関して、チャットでね、尋ねましたら、支払い猶予に関しては、今検討してますというお話でございました。あとね、ガスについても、ちょっとね、お電話をして、対応してもらっているところでございます。本当ね、まあ、底辺 YouTuber、収益はあるんですけれど、貧乏 YouTuber にしてみればね、ちょっとこれね、支払いが遅れると、まあね、いろんなその公共料金とか、携帯電話代とか、固定インターネットの代金とかね、そういったものの支払いも遅れますんで、非常にね、困る状況、困った状態に、なってるんですよね。どうか、Google さん、早く、今月分の、収益、振り込んでください。よろしくお願い申し上げます。はい。ということで、今後ね、この支払いが遅れますという、質問が、YouTube の公式ヘルプコミュニティにも、やってくるのかなと思うんですけれど、まあ、いかんせんね、ここに書いてますように、YouTube も非常事態宣言中ということなので、はい、ちょっとね、ここはぐっと、我慢をしないといけないと思います。まあ、自分でできる対策、支払い猶予をお願いするとか、そういったこともね、同時進行でやっておいた方が良いかもしれません。はい、ということで、もうお互いね、我慢して、この困難な状況を乗り越えていきましょう。はい、今回はこの辺で失礼します。チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube に関するね、使い方の動画、こういう動画作ってほしいなっていうのがあったらね、コメントの方にリクエストお願いします。お待ちしてます。